僅差で勝って大差では出る強いチーム。終わってみれば2勝1敗。この打線背負って上出来やな。何連勝とかよりまず負けないこと、勝ち星積み上げることを目指そう。さすがに今日は負けたと思ったわ。糸原は良い仕事したな。今年は負け試合拾うの多いな。打線調子上げてきたらかなり強いで。不思議の勝ち多いな。とりあえず乾杯。僅差で勝って大差で負ける強いチームなんやな。不思議な勝ちも多いけど、密かに岩崎が気持ち悪いくらい調子ええんよね。勝ちに不思議の勝ちありばりのむさん。中継ぎ豊富で何より。湯浅心配だけど、これならしばらく持ち直せるね。中日が粘ってくれてるから消耗したカープと戦える。やっぱヤクルトが一番強いわ。よく勝ち越したわ。ヤクルトはやっぱ打線一番強いわ。アツと実際の得点力がダントツ。二軍湯浅どうなってんの？壊れた？結局巨人ぐらいしかついてけえへんな。岡本はドームの屋根で勝ち、大山は風で勝った。サンタナが勝手に試合作ってくれた感はあるが、こういう試合落とさないの強いわ。キョヤ、たまには負けろや。追いつかへんやろ。なんか変な勝ち方だったけどええか。また勝ってしまった。また連勝始まったか。まあ今日はなんで勝ったか思い出せないが、球場の誰もがサンタナのツーランを確信してたのに、突然のセンターからの逆風。 MVP はサンタナ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話など、ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。